酒井様。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。んこの機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジ、殺してやる。こやつは。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？菅笠州から盗んだ。酒井様、もうこの気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願い出して。交渉ですから。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ、助かった。これからどうするのだ？これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。
酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。うまくいったのに。うまくいってない。猛虎も菅笠衆も死んで、欲しいもんは手に入った。これで槍川のルミも喜んでくれるってぞ。有様を見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけぬ。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は？近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だ。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。百姓の家に行くぞ。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。
孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。事態は良くなったのか。いさかいに意味はなかったと一度気づかされました。そうおっしゃればいいものを。耳を貸さぬ者には行動で示せ。孔明様の教えです。煙、村からです。孔明様はお一人で口寺を束ねております。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。猛虎も先ほど来たようだ。隠れているならまだ救える。猛虎と戦うのですか。見つかれば捕虜が殺される。俺一人で行く。孔明様が危ないのに黙って待てと。取り乱すのはやめろ。他に手はなかろう。はい、あとは頼みます。村の中央に橋があります。そこで落ち合いましょう。逃がしてやる。あなたのおかげで志村様も猛虎に一矢報えます。
動くな。ご住職が狙われてます。そのようだ。数人でいらしたのですが、村を襲われてから見ておりません。텐트 내게 못 썼어. 텐트만. 여기です. 맡아세てしまったな。畑を失ってしまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いいえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。見つかりましたか？まだだ。おそらく村におるはずだが。火元を調べてみましょう。行くぞ。全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。生きたまま役なんて。ノリオ、水桶、体、藁の寝床、湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい、裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。
足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。兵がいます。声は出すな。見ていた。誰かが怪我を負った。血の海だ。急ぎましょう。滝のあたりを調べていました。血がある。飛び降りたな。木の裏に洞穴があるぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自生の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。どうしてご本尊を。ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い、浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。あの僧は何と。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの僧も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。沈まれ。
かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を斬り寺を守れたのです。堺様、あれを。寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのです。お主もだろう。いや、もうこの野営です。本尊があるはず。まずは奴らを罰してやらねば。空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と岸寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。
ノリオ、そうを説き伏せたのか。納得したものの、恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。出ないかぜ。川辺に僧が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。ノリオ、どうした。なぜ寺を離れた。寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。Ready?
これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。そんな、兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。Thank you.